重圧、プレッシャー、正直苦しかったです。でも俺プロレスが大好きなんです。それを今回気づかせてもらいました。だから今回の横浜武道館をめちゃくちゃ盛り上げたいです。何も言うけど最高の相手とここにいる最高のファンの皆さんと新しいノアの空間作りたくないですか。横浜武道館、みんなで一緒に盛り上がって楽しみましょう。シェイクにないもの、俺のアで学んだものがあんだ。横浜武道館に絶対負けないよ。本当に今大事だな。今本当にこの大事な時期だから、もう下なんか向いてられないね。みんなと一緒に走りたいから、俺はもう明るく楽しく上がっていくんで、横浜を見に来てください。改めて、試合を選手から終えてみて、経過しなきゃいけないなというテーマがありますか。いや、もうまだまだ出してない深さが、ものが絶対にあると思うんで、そこは怖いけど、もうでも未知なものでもそんなにビビってらんないんで、本当に、俺は俺らしく前を向いてみんなと行きますよ。試合中に、試合前ですね、ジェイク選手が女の子にサインしてあげるっていうイケメンっぷりを発揮してましたけど、いやー、もう正直ちょっともうそういうねところは本当にもうね、敵ながら、いやー素晴らしいと思うね、本当に。まあでもその別にタイトルマッチでね、そういう余裕も、もうないと思うし、余裕があったら今日みたいにね、ちょっとでも隙があったら俺行くんで、問題ないです。改めてみんなで作り上げたいという思いをさせましたけど、その思いというのは、いや今本当にこう若い選手とか新しい選手の輪に来たりとか、ちょっと新しい流れ、空気できてきてるとすごい感じるんで、なんかそこを本当に下を向いてても、しょうがないなって、どうせ走るんだったら、どこにやっぱゴールがあるかわからないけど、どうせ走るんだったら笑顔で走りたいですね。ありがとうございます。 Eitan, I'm tired of wiping your blood off my gear. Last time I was here, I was actually clean your blood off my shoes. It's all over my gear, it's all over my bodyThat's disgusting, bro. Eita, Yoshinari Ogawa. Two wins in like 4 days. I beat the top guys here, the top juniors here in Noah, in singles competition. What makes you think I won't do the same this weekend at the Brudic? Muy bien. 1-4. Aquí en Japón, y más en Pro Wrestling Noah. Super crazy.Extreme Tiger y el Caballero del Aire, señores. Son las 19. Yokohama Budokan. Hoy es el último partido. Este es un gran match. Yo quiero que me dé el mejor
与えてくれたこの勝利、必ず GHC タッグのタイトルマッチにつなげてやるよ。そして俺と剣王が GHC タッグの新チャンピオンだ。聞いただろお前、おい、この勢いは本物だろ。全日本プロレスのスワマ、いやスワマ公平専務だよな。おい、あいつはめちゃくちゃ人望あんじゃん、めちゃくちゃ人脈あるじゃん。なんだってよ、おい、神奈川県で保護司の活動してるみたいだよな。おい、プロレスラーだけじゃなくて保護司、めちゃくちゃかっこいいじゃん。素晴らしい人間じゃん、素晴らしい人格じゃん、素晴らしい人望だよな。ああ、 KO のおかげで大田区総合体育館チケット売れました。どうもありがとう。ああ、お礼もしっかり言える、素晴らしい諏訪間公平専務だな。ああ、次はおい、その人望を使って俺たちも潤してくれよ。ああ、3月19日横浜武道館、諏訪間公平専務、席は取っています、ご招待します。ロスインゴの時のお客さん、まあじゃない、俺たちがご招待します、席を取ってます。3月19日横浜武道館、全日本プロレス諏訪間公平専務、ご来場お待ちしております。屈辱以上。あれがおい GHC タッグチャンピオンなのか。おお、全然やり足りないぞ。ああ、だからおい、待てよお前、今2試合目だろ。おい、俺が2試合目、そしてジュニアタッグの前哨戦がセミ前。ああ、今の GHC タッグチャンピオンが不甲斐ないからこうなんだろ。ああ、横浜文化体育館も、ああ文化体育館なんてどうしようもないやつと戦ってたから行っちまったよ。横浜武道館も俺たちが前なんだろ、ジュニアタッグより。ああ、これもどれもチャンピオンが不甲斐な思いよ。今北宮の試合か、そういえば北宮タッグチャンピオンになったらいつも不運が起きてた。ああ、そういうことかもしれないな。19日の横浜で杉浦戦が終わりました。ああ、本当そうですね、本当もういつも後は長くないって、はい、まあそんな後は長くないってずっとまあ言われて、まずもうなんかそのまま来ちゃって、もうここではもうしっかり何か、はい、もうなんか覚悟を決めて、はい、もう本当に後はないつもりで言います。かなり杉浦選手も厳しい言葉を、どうぞ、もう、まあ、確かにもう、はい、もう、まあ、何言われても、まあ、今は自分の、はい、人情はやっぱりそういう、まあ、何言われてもしかないあれで、はい、本当、次の戦いでは、もうしっかり、もう覚悟を持って、はい、臨みたいと思います。